関西の絶景。漆黒の港町で異様を誇る旧海軍の遺構。かつての日本海軍の拠点、舞鶴にある赤レンガ造りの倉庫は全部で12棟あり、そのうち8棟が国の重要文化財に指定。日没後から行われるライトアップでは、闇夜に城壁のごとく浮かび上がる倉庫群の姿を鑑賞することができる。ウェブサイト伊予お出かけでは、一度は見ておきたい関西の絶景スポットをご紹介しています。まだ知らない関西の絶景がここに。